皆さんこんばんは。小室由里のネットでウィークエンダー、今週もよろしくお願いいたします。お願いします。いつまで上着着てやりましょうかね私たちね。ちょっと今ふと思ったんですけど季節感必要。あ、まあ室内ですからね、エアコン効いてますからね。寮ではグリーンマンでいいんじゃないの。グリーンマン、いや別に T シャツになったとしても確実にグリーンでいてくれるんでしょ。グリーンマンってコメントにあの緑の人って書かれてるぐらいなんだからさ。グリーンマンってなんかあの冷凍食品の名前みたいじゃないですか。まあいいや、まあじゃあそんな感じでいきましょうか。まあでもジャケット脱いでも緑のものはいっぱい持ってますからね、大丈夫ですよ。はい、私のコーポレートカラーですからね、うん、平和平和平和、うん、はい、今週のニュースいきましょう。はい、新聞によりますとですからね、はい、はい、割と、うん、笑いながらスタートしましたけど深刻です。はい、はい、夫や息子が性犯罪で逮捕された家族のその後、うん、はい、犯行の背景に潜む男性優位の呪縛、うん、男性優位の呪縛という言葉ね、うん、割とこの番組でもちょこちょこ出てまいりますけど、はい、今年の4月9日、うん、週刊女性プライムからです、うん、はい、うん、ある日夫が性犯罪者になったという奥さんの話ですね。青天の霹靂だ、うん、旦那さんが事業拡大を進めていた最中にコロナに見舞われ経営が悪化、飲食店だそうです。はい、はい、で順調に売り上げが上がっていったんですけども、うん、それに伴って事業拡大を進めていたらコロナに見舞われたと、うんうん、妻に苦労をさせたにもかかわらず状況は悪くなるばかり、うん、妻子を養うことすらできない自分に生きている価値はないと思うようになりました。もともと奥さん専業主婦だったらしいんですね、うん、で子供がお子さんが3人いらっしゃって、うん、でまあ、ただ従業員も解雇せざるを得なくなって奥さんも手伝わざるを得なくなった。で職場に常にいる。で奥さんは接客業が得意ではないので、まああんまり夫婦仲もよく仲くなってしまったという、うんうん、どんどん悪い方ところでね、うん、でもそれでもあの苦労させたにもかかわらず状況は悪くなると、うん、養うことすらできない自分、いやちゃんと愛情は持ってたんですよねきっと。そうですね、うんうん、まあ、生きている価値はないと思うようになりました。あのお金がなくなった時にこういうことを感じるのはなんとなく分かります。はい、私も経験がないわけではありません、うん、はい、はい、自殺を考えるようになりインターネットで情報を集めるうち、私はここはしなかったな、ここまでは、うん、自殺願望を訴える一人の女性の書き込みが目に留まった、うんうん、女性と会うようになり、はい、未成年だと分かった後も関係を続けた、うん、ただ最初は一度だけと思いながらっていうね、まあ、ここはどうかなってちょっと思いますけどね。一度だけで終わるか、はい、うんうん、彼女はファミレスの食事でも喜んでくれてっていうのはあの割と事業成功していたので、うん、奥さんと付き合ってくれてる付き合っていらっしゃる時には結構いいところに、うん、連れてってあげたし、うんうん、高いものもプレゼントしたと、うん、でもこのお金に困って食べるものもないと言っていた未成年の彼女はファミレスで食事をご馳走するだけでも喜んでくれた、うんうん、ねえ、その食事を苦しい状況の中、うん、じゃあこの未成年の女の子に食事をファミレスでご馳走しようと思った動機は何だったのかと、はい、ちょっと考えちゃいますけどね、うん、はい、先行きますか、うん、で奥様はその旦那さんが逮捕された後に、うんうん、旦那さんは罵られると思ってたらしいんですね。そりゃそうですよね、はい、ところが警察に迎えに来た時に玄関で泣き崩れて、うん、で子育てと仕事で美容院に行く暇さえなくて、
夫婦生活もありませんでしたから、うん、全て私のせいですと、はい、うん、で結局お二人はまた一からやり直す決心をされたということだったんで、うん、まあ良かったんですけれども、うん、はい、ここの夫婦生活もありませんでしたから、うん、性欲の問題になってるっていうね、うん、はい、うん、性犯罪イコール性欲の問題って多くの方が思っていらっしゃる現れですよね、うんうん、でもこの番組何回もやってるけどそこではない、うん、本当にそこじゃないんですよね、はい、私これを見て思ったのが、男性の性ってやっぱり性欲を満たしたい気持ちいいことを体感したいっていうのが前面に出てる、うん、出やすいんだけれども、うん、その男性の性欲の本質っていうのは、うん、実は自分を受け入れてくれるというところにあるんじゃないかと、うんうん、もしそれが叶ったとしたら肉体的な快感とかっていうのは少し横に置いておける人が増えてくるんじゃないかなって思うんですよね、うんうんうん、もしこのご夫婦の間でいやこういう状態で夫婦生活じゃあ男女の関係に戻ってセックスができるかって言ったら多分難しかったと思います、うんうん、でもそこに至る前にお互いの性生活の中で男性旦那さんがご自身の弱さとか辛さまたは醜さ格好悪さみたいなものを奥様と共有し合えていたらもしかしたら未来は違っていたかもしれない、一つ提案として。なるほど、うん、はい、家だともう一度かっこいいところを見せてしまってますからね、うん、そこから下には下げられないっていう、うん、まあ下がっちゃってるんですけど、うん、それは仕方ないことなので、うん、っていうところがあったのに、そうかここで彼女はファミレスの食事でも喜んでくれたと、うんうん、っていうところがなるほどな、そこはちょっと私もあれでしたね、うん、ここで、うん、満たされたわけですよね、うん、性、うん、男、うん、男の性として満たされたっていう、うんうんうん、だから自分が頼りになるっていう関係が築けたということですね。一回だけと思ってたけど、うん、続けてしまったのは、うん、ここに来ると自分が自分でいられるっていう、うん、そんな感覚もあったんじゃないかな。なるほど、そうかもしれないですね、うん、ちょっと次の事件いきますね、はい、今度は息子さんです、うん、優等生の息子が加害者になる、はい、うん、あの大学生で、うん、一人暮らしをしてる、はい、優等生のお子さんの話ですね、うん、学費や家賃は家族が援助していたけれども生活費はアルバイトで賄っていた、こういう方多いですよね、私も学生時代そうでした、はいはい、で実家暮らしの友達が多くて、うん、自分はお金がなくて、はい、一緒に遊ぶ余裕がなかった、うん、まあ、経済差はあるでしょうね、うんうん、でデートもできなかったので彼女もできなかったと、うんうん、ところがコロナで外出ができなくなってネットにだんだん依存するようになった、はい、去年1年間大学授業ほとんどやってないですからねどこも、うん、はい、うん、オンラインになりましたから、はいはい、でネットに依存するようになり出会い系サイトに行くようになって知り合った女性から家族と喧嘩したので家に泊めてほしいとメッセージが送られてきた、うん、まあ、そこそこ親しくなったんでしょうね、会うまでは行ってなかったとしても、うん、メッセージのやり取りぐらいまでではね、うん、はい、で女性が未成年であると知りながらも自宅に招き入れた、困ってる人を助けてるので罪悪感はなかったと、うんうんうん、なんというか、うん、この回だけじゃなくてその女性が困った時に男性が手を差し伸べる、うん、対価型ってやつですか、うん、はい、これに対する罪悪感とか
拒否感とか、うん、じゃあ社会からの見え方っていうところにって、うん、そこまでの違和感はもしかしたらないのかもしれない、うん、また正義感とかね、うんうん、これが逆になったら、うん、ものすごく違和感あると思いません？うんそうですね、男性がお金がない、はいうん、泊まるところがない、うん、一晩泊めて女性に言った、うん、ここものすごく違和感感じません、うんまあ、言われた方は気持ち悪いって思うかもしれないですよね、うんはい、またはそれを言われた女性も、うん、何こいつ、うん、情けないこと言っちゃって、うんうんうん、って思う人も少なくない、うん、ないかもしれない、うん、なんかこういうところにもこう性差のギャップって感じますよね、うん、なんかあの男性優位の呪縛っていうようなのがありますけど自分たちがこう差し伸べる側でなければいけないっていうなんていうのかな固定観念っていうんですかねそういうのが男性にも女性にもあるのかなっていうのはね、うんうん、私電話相談見てて思いますね受けてるっていうじゃない、はいうんはいね、お話ししてますけど、はい、そこにお電話をかけてくる男性って、はい、やっぱりそのセックスに対する固定観念ものすごく強いんですよ、うん、例えば、うん、女性とセックスをしますとじゃ最初はキスですよね、うん、そこから胸に行ってそこまでは分かるんですけど、うん、そこより下の要はデリケートゾーン、うんうんプライベートゾーンの愛部がよくわからないんですけど、うん、やっぱりそこはまず指から舐めた方がいいです全部こう、うん、方程式にのっとってる、うん、はい、うん、ものすごい固定観念ですよね、まあ、女性ね、うん、全員同じ体してるわけじゃないですからね、うんうん、皆さんね、女性が全て同じ経験をしてきているわけでもないし、うん、人数も違うけれども、うん、自分男性はね与える側の人間としてこうせねばいけないならないみたいな、うん、なんか大丈夫顔がだんだん渋い顔になってきてるけどいやいやいや大丈夫かしら大丈夫です大丈夫です、はいうん、なんかね、うん、そういうのをねすごく感じるんですよね、うん、こうしなければならないっていう、うん、これも男性優位社会における、うん呪縛、うん、ネガティブな呪縛っていうかな、セックスだけではなくて対女性との対人関係でもそういうふうに感じてしまうということですよね、うんうん、でまあひょっとしたらまあそんなことないか未成年であると知りながら関係を持つのが犯罪であるという意識がなかったのかな、うん、知らなかったことはないと思いますけどそんなにどうなのかな、うん知識としてはしなんとなく聞いたことあったけど、うん、いや別にっていうところもあったのかなっていう気がしますけどねやってるの自分だけじゃないとかっていうのもあったかもしれないですよ、うん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 、それはあったかもしれないですね、うん、まあねあの性的合意年齢ってあるじゃないですかはい、はいうん要は自分がOK をしたことによって、うんまあ、できるんだよと言われている年齢ですか、はいはい、それがあの13歳さすがですね、はい、素晴らしいですこれは先進国で最弱年そうです、はいはいはい、でも結婚は18歳になって親の合意がないとできないんですよね日本はねそうなんですその5年6年の差に誰も矛盾を感じないっていう、うんこれが不思議ですよね。そうですね。うん、で、うん、ね、中学校高校では教育要項に書かれている以上のことは教えない。うんはい、コンドームのこともセックスのことも教えない、はい、っていうね、うんうん。この矛盾です。矛盾ですよね。うんうん、ちょっと先に行きますね、はい。で、結局この記事のまとめとしてどういうことが書かれているかというと、SOS を出せない男性、うん、困ってる、うん、だ。うん、SOS を出せない男性が、まあ、身内にさえですよね家族にさえ、うんうん、SOS を出せない男性が犯罪に手を染めるケースは少なくない、はい、家庭に充満するストレスは DV や虐待を生み家出を余儀なくされる女性や子どもたちが被害に遭う、うんうん、まあ被害に遭った2人も未成年ですから、うん、家庭で何かがあって家出してきたっていう、ね、背景は十分考えられるというかその方が自然ですよねむしろね、うんうんうんはい、で加害者もまた
経済的精神的に追い詰められた弱者であると、うん、でより弱者に何かしらの施しをすることによって、うん、自分の立場を正当化すると、はい、うん、つまり根底にあるのはセックスレスの問題じゃないと、うん、男性としての社会的劣等感であり、うん、経済力の喪失も大きな動機になる、うんうん、男性優位でなければならないという呪縛は男性をも蝕んでいる、うん、はい、で家族間のコミュニケーションを見直してみたいとあるんですけど、これ難しいですよね、ここの最後の一行、まあ、うん、あの家族間だからこそ、うん、一番近い人だからこそ言えないことって、うん、はいはい、ありますよね。こういうふうに整理されると、あ、なるほど、ここまでは、うんうん、理解します、うん、なるほど、うんうん、じゃあここどうすればいいんだっていう、ここその家族間のコミュニケーションをもし考え直すのであれば、うん、ここは女性の経済的自立っていうのも必要になってくるんじゃないかなって、うん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 、じゃあ男性がね、うん、経済的に自立をしていない女性に経済的な支援を求めたりできるか、うん、はいはい、またはそこのお金を作るっていうことに対する悩みや相談事を打ち明けられるかって言ったら、うん、まだできないのが今の日本だと私は思います。家族間コミュニケーションを円滑にするためには女性の社会的自立、要は経済的な自立も同時に支援していかないと、うんうんうん、いけないと思うんですよね。まあそういうところをお互いに相手を非難するんではなくて、批判する、否定するんではなくて、まあ笑顔でどうしていこうかっていうふうに知恵を出し合えるコミュニケーションかなって今ちょっと思いましたけどね。テーブルに出し合ったお互いの情報をフラットに捉えるっていう、今日なんかあのリテラシーっていう言葉ちょっとよく出てくるかなと思うんですけど、この家族間のリテラシーっていうのももしかしたら必要になってくるかもしれないですよね。その自分が出した情報、相手が出した情報に対して優劣をつけるのではなく、合否をつける、精査をつけるのではなく、フラットに見るだけのリテラシー、うん、もしかしたらリテラシーって強さなのかもしれないですね。あー、なるほど、強さにつながるものですね。はい、うん、それがちゃんとしていれば、まあ、まっすぐ立って歩いていけるみたいなね、うんうん、出されたものをお互いにフラットに見て、うん、じゃあこれどう一緒に考えていこうかっていう、うんうん、そういう強さにつながるものを、うん、が家族間のコミュニケーションかもしれない、うん、はい、うん、その時間をどういうふうに作るかっていうのも、うん、やっぱり男性側もちゃんと考えていけて、うんうん、で男性側が考えてきたことも女性側が、まあでも男性は話するの苦手ですからね、なんかね、そうね、そこはね、って言っちゃうとまた分母が大きいって言われちゃうから、ね、そこは私思うの、ええ、あの女性が一歩イニシアチブ握ってあげていいとこだと思う、うん、あ、はいはい、うん、そこはスキルとして女性が男性とうまくコミュニケーションを取るためのスキルとしてイニシアチブ握っていいところだと私は思います、うんうんうん、なるほど、だって苦手なのはしょうがないじゃん、はい、しょうがないそうそうそう、うん、うん、まあだからそうですね、自分が思うことだけとりあえず言葉少なに言って、うん、男性は女性の話を聞く8ぐらいでいいのかなみたいなね、うん、気がしますね、はい、9でもいいぐらいかもしれない、うん、女性は男性がつぶやいた一言を膨らまして考えてあげて、こういうことなのかしらと先回りして、うん、はい、だ先回りと、うん、あの先読みはちょっと違うと思うんですよ、うん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 、先読みしすぎるといいことにはならないので、はい、うん、先回りしてこれはこういうことなのかしら、この人こういうことが言いたいのよね、うん、っていう理解につなげてあげるといいのかなって思います、うんうんうん、なるほどですね、うん、いやちょっとね、コミュニケーション系になると私よく喋りますねやっぱり、ね、いやなんか目が輝いてきたなとはちょっと思ってましたけどねはい、はい、まあそれもそろそろね、いろいろと掘り下げて
話しましたんで、はい、恒例のまとめをお願いいたします。はい、うん、あのこう性犯罪っていう問題に対して、例えば今日は旦那さんの性犯罪、そして息子の性犯罪っていうことでしたけど、私のせいだから、これ奥様そしてお母様も自分の育て方が悪かったって思われると思うんですね。でも本質はそこじゃないと思うんです。自分に魅力がないのではなく、一度ここ立ち止まって考えてみてもらいたいんですよね。性犯罪は性欲の問題ではなく、男性への救いを提供できていたかどうかなのではないかと思います。なので奥様であれば、もしご自身の旦那様が性犯罪の加害者になってしまったら、自分はパートナーに対して何かしらの救いを与えられていたか、お母様であれば息子さんがね性犯罪加害者になってしまったら、息子さんがその性のことについて話ができるだけの土壌をご自身が作れていたかどうかというところが問題の本質の解決の一つになるのではないかなと思います。ぜひご意向ください。ありがとうございます。ありがとうございました。話が長かった。はい、小室由里のネットでウィークエンダー、今週はここまでとさせていただきます。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。